子の部屋。おはようございます。おはようございます。今回も三船和子の部屋始まりました。始まりました。三船さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。アシスタントの渡辺蓮です。よろしくお願いします。そして本日のゲスト、高松健さんです。はい、高松健と申します。よろしくお願いいたします。いやよろしくお願いします。先輩、よろしくお願いします。いやいや、とんでもございません。高松さんね、はい、実は前回ね、美女男だったんですよ。はい、で今回美女男男なんで、もちろん安心してます、ね。わかりました。はい、どうもよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで、はい、歌手活動ずっともう長いとは思うんですけども。いや、長くないですよ。どれぐらいですか。まだ昨年の12月20日に、はいはい、CD デビューさせていただいて。あ、そうなんですか。まだひよこです。もうこちらの三船先生に比べたらもう、もう問題になりません。はい、そんな感じです。はい、あ、じゃあもう、でもじゃあ他にいろいろやってる中で歌手になったって感じですか。まあそうですね、もともと歌は好きだったんですけども、はいはいはい、とあるきっかけで、はい、大川栄作先生と知り合いまして、はい、先生が、はい、今歌謡塾っていうのをお持ちなんですね、はい、皆さんに歌を教える、そこのまあ一期生としてお世話になりまして、まあ、ご縁がありまして、私が作詞をしまして、先生が曲をつけていただいて、夫婦花という曲を昨年の末に出させていただきました。はい、そんな作詞されて、まあ作詞をさせていただきました。はい、こんな感じです。そうなんですね。はい、でもそのライブ活動とかも結構されてますね。まあそうですね、声がかかれば行かせていただいてますけども、はい、何分にももう高齢なもんで。いや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 、ちょっとね、分からないんですけどね。もう私はね、はい、年は関係ないですね。あります。いや、もう本当にでも皆さん分かんないですよね。はい、まあだん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 ね、はい、まあ年を重ねていくうちにね、はいはい、歌詞なんかもね、はい、あ、こういう感じなのかな、こうだかななんて、はい、よく分かるようになるじゃないですか。はい、若いうちって全く分からず歌ってるケースが非常に多いですよね。だから自分の人生と人生を重ねてね、はい、きっと歌ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。メオトーバーなと、おっしゃる通りですね。はい、もう年齢を重ねて、ご夫婦が過ぎ去った過去を思い合って、共に大変だったけど、よくまあ手に手を取って頑張って今日まで来れたなっていうようなね、その夫婦のまあ愛情を歌ったようなね曲なんですけども、うん、結婚されてもう何年です。もう50年。すごいですね。はい、まあそうですね。結婚式ですか。はい。もうだからこそ詩が書けたんじゃないですか。まあそうですね。ね、はい。我々と同じような年代の方だったら、はい、詩の内容をご理解していただけるんじゃないかなと思っております。はい、ああ、そうですね。はい、ちょっと楽しみですね。はい、ちょっとその曲もね。はい。聞いてみたいと思いますけど、はい、はい、高松健さんで、夫婦花、どうぞ。懐かしい
けで目を飛ばない聞いていただきました。三浦さんがおっしゃる通り素敵な、ね、詩でしたね。そうですね、はい、ありがとうございます。で、はい、浮かんできますよね、はい、二人ね。そうですよね、経験豊富な方です。いや50年ですからね。はい、50年、まあ、本当ですね、はい、じゃあね、はい、皆さん方にね、はい、やはりまあ、高松さんの、ね、はい、歌を生で聴いていただく機会が、ね、はい、 ね、ありますから、せっかくですからね。そうですね、紹介したいと思います、はいはい、じゃあご本人がね、はい、そうですね、ちょっとせっかくですから告知の方していただいてもよろしいですかね。はい、第51回ゆうゆうライブコンサート練馬、はいはい、これゆうゆうさんの毎回行われているような歌謡ショーなんですけれども、はい、これを今年のですね9月30日月曜日、はい、練馬文化センターショーホールで行います、はいはい、当然もうこの席に三船和子先生も来ていただきましてですね、はいはい、たくさんの歌を皆さんにご披露していただけるということでございますので、私も非常に楽しみにしております。皆さんもぜひですねこのゆうゆうライブコンサートおいでいただきたいと思います。そうですね、よろしくお願いいたします。歌仲間のね、はい、皆さん方と、はい、ご一緒させていただきます。そうですね、素敵なホールですもんね、はい、また皆さん方もね、はい、来てくださる方もやっぱり歌仲間の皆さん方だから、そうですね、歌は家族です。あー、もう素敵です、言葉いただいた。もうコンサートもね皆さんもちろんなんですけれども、私ね実は今ゆうゆう通信っていうんでね、こうして出させていただいてるんですけどもね、はい、大丈夫ですか。はい、そしてちょっとその、今は21号になってますけど、ちょっと私と一緒にまたこうしてうちの我が家のエース谷龍介も出ておりますね。谷さんだ、ぜひ皆様、歌好きな方はまた元気なシニアの皆さん方のための情報誌でございますので、ぜひ皆さんご覧になっていただければ嬉しいです。そういえば高松さん、はい、なんか僕、はい、ちらっと大噂で、はい、なんか果樹園やられてるって聞いたんですよ。私はですね、歌も歌ってるんですが、はい、実はもうずっと前からですね、はい、先祖の代から果樹園を持ってまして、はい、果樹を育ててるんですね。何を、ですね、みかん、レモン、柚子、柿、金柑、そういったものですね。柑橘類です。それを毎年、取りましてですね、はい、私の家の門のところで皆さんに、まあ、お売りしてるわけです、直売ってことですか。直売です。もう何でも100円です、はい、私儲け度外視でやってまして、はい、何でも100円で売ってるんですね、消費税も何もありません。そうですか、はい、まあ、今でもそういった形で、まあ、どちらですか、どこですか。ね、練馬区高松って、私の芸名は私が生まれ育った高松っていうところの高松を取って高松県にしたんですが、はい、高松というところで江門の前で、高松県のお店っていうね、台を出しまして、それで売ってるんですよ。先生、もうぜひ置いてください。今もうね、国産のレモンなんてとっても高いですから、はい、ね、なかなかね、はい、実がなる、はい、っていうのはね、はい、大変ですよね、はい、なるまでに、ね、まあ、皆さんがね、美味しいって、まあ、新鮮でね、はい、美味しい美味しいって言っていただいて、はい、結構評判なんですよ、実は。あ、そうですか、はい、そんなことも、傍らやらせていただいております。でもなんかちょっとつながりますよね、その曲と、こう育てていくみたいな感じっていうのも、ね、そうですよね、心を持ちようという、そうですね、いろいろと、はい、そしてフルーツを育てる、はい、そしてまあ、いろいろお花なんかもね、はい、育ててる、はい、あ、そうですよね、だからみんな全部結びついてるんですよね、はい、いやー、行きたいですね。ねえ、ぜひおいでください。今日は、今日は、あります？今日は。今日はですね、もう売れちゃいました。売れちゃいました。毎年売り切れごめんなんで、毎日。はい。はい、また皆さんいらしてくださいね。はい、ね、はい。というわけでですね、お時間がやってきてしまいましたけども、三浦さん、また今回、あれですよね、ひとよこさんの方ね、皆さんの方にね、お届けできるんですよね。そうです、はい、今日はですね、はい、まあ
バッグをね、はい、で勧めてくださる方がいらっしゃいまして、はい、その踊りを添えてくださる方と一緒に私も歌わせていただきたいと思います。バックダンサーが、はい、バックダンサーが、はい、結構ね、本当に演歌っていうのはね、はい、やはり、まあ、そういう踊りをしていただいたりね、はい、そしてちょっとこう、まあ日舞じゃないちょっと違った感じのね、はい、踊りを添えていただいたり、はい、もういろいろね、はい、こう変えていただくのもいいんじゃないでしょうか。そうですよね。同じ曲でもやっぱりちょっと違ってきますもんね。そうですね。そういういろんな踊りを添えていただきますと、はいはい、歌っててもなんか気持ちも変わるんですよね。はい、ぜひぜひ皆さんね、いろんな意味で、日舞、そしてまたこうちょっと違ったダンスと、はい、いろいろ変えていただきながら、はい、皆さんこの曲またまた長く可愛がっていただければ嬉しいです。はい、そうですよね。それではお届けしたいと思います。はい、私三船和子最も頑張っております曲人泳ぐさを聴きながらお別れしたいと思います。それではさよなら。さよなら。Oh, oh, oh.